吉田さん、ちょっと面白い考え方を作りましたよ。まあ、それはですね、もう辞書を叩きつけて会社を辞めてやるって思う方いると思うんですよ。で、なんでね、辞書を叩きつけて会社を辞めたいかっていうと、会社で嫌なことがあるんですよね。しかもそれが日々あるんですよ。だから会社に行きたくないんですよ。お金欲しいんだけども、会社に行きたくないんですよ。で、別に自分の好きな仕事も究極したくないんですよ、めんどくさいから。そもそも、仕事の中に自分の好きなことがないんですよ。仕事の経験もあんまりないから。で、一生懸命やっていくと仕事の面白さわかるんだけども、そこまでいかないんですよ。で、仕事って難しいことが自分の力を上げてクリアできたところに一つの喜びがあったり、その苦労の末にありがとうねって言って代金やお金、給料を支払ってくれるから、充実感ってセットであると思うんですけども、毒づいてるだけでね、金が入ってきたらなんでこれだけかみたいになりますよね。だから多分お金がボーンと入ってきたら、稼げるようになったらね、辞表を叩きつけて会社辞めてやる、つまり何もしなくていいような暮らしを求めて辞表を叩きつけたいわけですよ。好きなことだけやって嫌いなことはやらないみたいな、そんな人生を求めてるんですよ。だからそれが動機だから、稼ぐ方法を探す時も会社に出勤して嫌なことがあるのと種類が違うだけで、辛いこと嫌なことがあるんだったらやりたくないんで、放置で稼ぐ方法を探しがちなんですよね。で、あ、これ5000円でインストールするだけで稼げるんだ、よし5000円ぐらいだったら試してみようかなっていう人がもうすごい多いんですよね。で、払う人は5000円だけど、もらう方は数万人から受け取るから凄まじい金額になるみたいな。で、アクセスをそんなに取れない方は単価を上げていって、儲かるだけの商品ですよ、何もしなくていいですよ、ただタップするだけですよみたいなね。いや、あのね、昔こんなプロモーションあったんですよ。ボタンを3つ押すだけで2000万みたいなね。何それって言ったら、単なるスロットじゃないかみたいなね吉田さんのプロモーションでしょこれで、あとはその何、サインが出たらスマホをタップするだけでみたいなね。さあ稼ぎますよ、1日5万ですよみたいな。そしたらなんか FX のシグナルツールでしょ、タップするだけで。リスクはあるけどねみたいな、どっかに書いてあるわけですよ。リスクはあるけどねっていう一言で損が出ても、いや、リスクがあるって言ったじゃんっていう免罪符になるというね、この便利さ。まあだからね、サボろうとする人は結局契約書も読まないし、なんかね、あの、同意してくださいみたいなやつがあるじゃないですか、スクロールして読んで同意みたいな、あれも読まないし、で、トラブルった時に概要書面とかを突きつけられて、こんなん読んでないよとかいうね、めちゃくちゃなことを言い出すわけですよ契約書に同意したからサインするんでしょ、でも、いや、実際契約書なんて読みますかねみたいなことをね言うんですよ。だから読まない人が多い、サボる人が多いことが数が多いから正当化するみたいなね、民主主義とか多数の原理を強引に使ってくるわけですよ。いやいや、だからこそ多数の人に来てもらいたいんじゃなくて、この契約書に同意する少数の人に契約してもらいたいんですよっていうことが伝わらないみたいなね。つまりはね、これまとめると、サボりたいから会社を辞めたいのに、辞めた先でサボれないんだったらそれはもうやらないよねってことですよね。それだったらサボってもお金が月末にクビになられない限り入るサラリーマンが続いちゃうというのが、この日本の衰退になってるんじゃないですか。サラリーマンの平均年収、そりゃ上がってこないですよ、そんなの。やってる人がいないんだから。あ、上がんないですよ、それは。上がんないわね。いってらっしゃい。